そうですね、やっぱり新しいことにもチャレンジしていかなきゃいけないし、その極真空手、総裁が作った極真空手をもっともっと広げていくためにもですね、この真、新しいことにもチャレンジしていく、そして新極真の真っていうのは心を極めると、心を極めて最強の武道空手を目指すっていうのが新極真のビジョンでもあるんで、そういう意味があります。新極真の魂はですね、先ほども言ったように心を極めると、本当にこの人生においてもですね、この心で左右すると思うんで、絶対どのようなことがあっても諦めずにやり遂げるっていう、その精神をこの新極真空手を通して学んでいってほしいと思います。強くなればなるほど人に優しく思いやりの精神を身につけること、強くなればなるほど人に優しく思いやりの精神を身につける。そしてもう一つ先を、すごく大事なことはですね、大山総裁が常々おっしゃってたことが、親孝行できない人間は立派な人間になれない、強くなれないっていうことをおっしゃってました。これをまた私たちの新極真会の世界中の、学んでる子たちにも今後も伝えて、広く伝えていきたいと思います。親孝行できない人間は立派な人間になれない、そして強くなれないということを教えていきたいと思います。親孝行、親を大事にしなさいということを伝えていきたいと思います。そして今子どもたちに、そうですね、子どもたちが薄れていってる、本当にこの精神を、忘れていってる部分があるんですけど、絶対に諦めない、投げないっていう精神をこの新極真を通して、掴んでほしいと思います。そうですね、大山総裁が私のふるさと奄美大島に来てくれた、そして視力達成という言葉をいただいて、ものすごくプレッシャーにも感じました。だけどその反面、その大山総裁に恩返ししたいと、総裁に優勝して報告したいっていう気持ちの方が上だったんで、もっともっと練習に拍車がかかってですね、優勝できたと思います。苦しい稽古もできたと思います。総裁が奄美に来てなかったら世界チャンピオンになれたかどうかは疑問ですね。そうですね、やはり新極真空手を好きになってほしい、そしてこの新極真会を学んでいったらですね、人生の勝利者になると。まあそれには審査があり、テストね、審査があり、また試合を通して、試合を勝ち負けを通して、そういう、ね、気持ち、心を掴んでいくと思います。素晴らしいと思います。なぜなら世界中が空手っていうのを理解して、この世界中の人たちが空手っていうのに注目するからです。そこで大事なことが、空手はそのオリンピックの空手だけが空手ではない、必ずこの私たちのフルコンタクト空手っていうのもちゃんと存在してるっていうことをですね、世界中の人たちに理解してもらいたい。空手はノンコンタクトとフルコンタクトがあるんだっていうことを伝えていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。メルシーボクオス。